我々は原則感、今、数字見る限り全くありません。化粧品に関しては、購買意欲というのは、 下がってないなんですそれを支えているのはプレステージ系というちょっとあの中間から上のプレミアムなところここは多分まだまだその中間層にこう、えー、収入増えて入ってきてる方々っていうのがあのかなりやっぱり大きくあ,のありますからその影響があるんではないかなと店頭がですねその爆買いじゃなくって私の肌をもっと見てくださいとかっていう一般のお客さん実は増えてるんです。ととのの強強みであるカウンンセリングとかのサービスををより、えー、強化をしていくと メイドインジャパンってこれブランド価値の大きな要素だと思うんです。メイドイドンンジャパンというあの価値をえまあ為替動向とかで変え,えると消費者の方に対してのやっぱり価値としてのえ位置づけが変わってしまうんじゃないかなしっかりとした意思を持ってえ日本製であるということのえ価値づくりをえさらにしていくということにえ邁進したい